ジャック・カーディフはアカデミー賞受賞のイギリスの撮影監督、映画監督、写真家である。カーディフの活動はサイレント映画の時代からテクニカラー、成功はしなかったが匂いの出るスメロビー・ジョンを経て21世紀にまで及んでいる。その映画撮影技術はマイケル・パウエル、ジョン・ヒューストン、アルフレッド・ヒッチコックといった映画監督の作品で知られている。 長年の映画への功績に対して2000年に大英帝国勲章を除勲2001年にはアカデミー名誉賞が贈られたカーディフはノーホークのグレートヤーマスで生まれた両親はミュージックホールのエンターテイナーだった子役としてミュージックホールやサイレント映画に出演15歳で撮影助手カチンコ係制作進行としてヒッチコックの スキンゲームなどのブリティッシュインターナショナルピクチャーズ作品で働いた。1935年、カーディフは撮影日誌並びに臨時の撮影監督に昇進し、主にロンドンフィルムで仕事をした。暁の翼ではイギリスで初めてテクニカラーで撮影した。第二次世界大戦が始まると広報映画の撮影監督を務めた。カーディフのターニングポイントとなったのは、 マイケル・パウエルエメリック・プレスバーガーの老兵は死なずの第二版撮影監督をやったことである。パウエルたちはカーディフに関心し、戦後のテクニカラー映画の傑作、天国への階段の撮影監督にカーディフを起用した。パウエルたちとの関係は黒髄線、赤い靴と続き、黒髄線でカーディフはアカデミー賞とゴールデングローブ賞を受賞した。以降は、 対策映画の仕事が増えた。1950年代後期から、カーディフは映画監督の仕事も始め、インテント2キルと、ウェブ・オブ・エビデンスがそこそこの成功を収めた。1960年代には、D.H. ローレンスの小説を、トレバー・ハワード、ベンディヒラー、ディーン・ストックウェルの出演で映画化した、息子と恋人がヒットした。この映画は、 アカデミー賞7部門にノミネートされ、フレディ・フランシスが白黒撮影賞を受賞した。カーディフはゴールデングローブ賞監督賞を受賞した。しかし、息子と恋人が監督としての絶頂で、以降は奇妙な寄せ集めの映画を作り続けた。中では BQSF ホラー、悪魔の植物人間が今日でも比較的親しまれており、娯楽映画としては穴だらけながら、 色彩部や心情描写に往年の名称らしさを見せた移植作となっている。1970年代、1980年代には撮影監督にも復帰した。1990年代には日本の東芝 EMI の移植でクラシック音楽のイメージビデオを制作。長期ロケを構えてディーリアス作品集とビバルディ四季の2本を完成させた。風景や 建物だけでなく、俳優を用いてわずかにストーリー的な要素も、加味している。これらは、あの胸にもう一度などとともに、貴重な監督兼撮影作品である。2009年4月22日、死去した。94歳没。ありがとうございます。